では始めます。お疲れ様でした。お疲れ様でした、パーマって、パーマ桑原さんモデルありがとうございます。伸ばしているので基本的に長さはこのままキープでいきますね。それでですね、で本人希望はある程度、前髪ごめんなさい邪魔 で一応長さはキープで、前回加藤さんカットしてる時にボブから卒業させていただいてるんで、ちょっとこう前上がりになってると思うんですね。でそこからもう何ヶ月か経ってて、カラーリタッチしたんですけど、ちょっと白髪があってここだけに 11nm と 5nm を5対1で混ぜて、明るいカラーと暗いカラーを混ぜると白髪染まるんですよ。で結構です、ね、11レベルのリフト力があるので結構染まりやすい白髪が、ただ根元行くと結構染みたりとかするので、ほとんど根元は行ってない感じなんですけど、結構綺麗に染まってますね。そういうやり方もあります。白髪あんまないけどちょっとおしゃれが気になるって方は、わざわざ BB6 とか使う、 BB7 とか使わないで、11レベルとかに 5レベルとか11と5で染まるんで、長さはほぼキープなんですけど、前回加藤さんが、ま、あのちょっとこう丸さを出してくれて、ちょっとこうボブを卒業させていただいてたんですが、そこから結構時間が経ってやっぱりサイドが重くなってるので、サイドをやっぱ少し上げて、で、レイヤーを少し入れていってパーマをかけたいなと思ったんですが、それなぜそうかというと、桑原さん希望が結構ここにですね、しっかりこうパーマをかけたいっていう、結構クリッとっていうか、クリ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 ってかけたい、そういう感じ、クリ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 ってかけたいっていうのが希望で、でオファーいただいた時はデジパがいいって言われたんですけど、デジパだとワンカールぐらいのは結構出るんですけど、結構ウェーブスタイルになると結構厳しいので、今回はクリープでやらせてくださいということで、クリープでさせていただくことになりました。ちょっと見てもらうと分かるんですけど、一番下のアウトラインの位置とトップの位置が現在的にこうほとんど同じ位置にあります。ここ分かります？見えます？毛先の位置、はい、でそうするとほぼ同じところにあるってことは、仕上がりのスタイルはどうなると思います？上の毛がここ、下の毛がここ。ここでパーマがかかると、こうなるんですよね。ってことは下に対してこう A ラインになるじゃないですか。で、グリッとかけると結構下が重たくなるので、今回はこの子を上にこう上げます。で、そうするとパーマのスタイルがこういうこうひし形のスタイルになるんですよ。で、それで大事なのが、ここの一番先頭の位置で、バックの毛の位置に対して、バックの毛の位置に対して、この先頭のこの子が同じ位置にあると、いくら段を入れても A ラインからは卒業しないんです、実は。これが少しこう上がってこないと A ライン卒業しないので、フェースラインからちょっとレイヤー入れていくっていう感じのカットをまずします。まあ、カットはそんな感じですかね。だからまあ整えるぐらいっていうことになると思います。ので切っちゃいます。切ります。はい。あ、であとね、普段こうアップにして下ろして、サイドバングもこう下ろしているっていうことなんですけど、やっぱサイドバングの場所長すぎて、でこれどうしようかっていうような感じになったんですけど、一応顎ちょいぐらいまで切って、でここは一応かけないでいこうかなと思います。パーマは、はい、シュッと落ちるように。パーマの時にそこだけ分け取って、切るっていう感じになります。でまずアウトラインはほとんど切らないので、ちょっと後ろでこうチェックして出っ張ってるところがあったら切るぐらいで OK なんですが、ここからが問題で、サイドへ向かって上がっていくので、サイドの位置をここのイヤーツーイヤーから前でこう上げていっても全然こう上がらないですね。でガイドとなるのは三つ襟の部分ですね。ここの毛がガイドになってサイドへ上がってきます。そうするとどこの毛がガイドになるかっていうと、ここに降りてきた時のここの毛ですね。この毛をガイドにしてフェースラインにこうつなげていくので、
サイドの毛がある程度カットされるんですよね。ここの毛がガイドです。この毛がガイド、これこれここね、ここからフロントにこう上げていきます。そうすると、まあ、最初にお客様に説明するのはサイドから見た時に少し短くなるかもっていう、もうそうしないとバックとサイドのズレ幅が出てこないので、結果的にこう段が全く入らない。一生懸命こう上げてるつもりなんだけど段が入らない人っていうのは、だいたいそのサイドのラインが結構こう下に下がっちゃうっていうことですね。でそれをイヤツイヤの前で切ってるとなかなか上げられないので、バックからラインを上げていく。するとラインがこういう感じでこう上がってきますね。こういう感じで。で結構これはパッと始めると分かるんですけど、意外とこのライン出せないんですよ。やってみてください。長い時に結構ね出ない、どうしてかっていうと、こうサイドってどうしてもさ、カットしてこうイヤツイヤから前がサイドっていうイメージがない、あんまない。うん、サイドってね、サイドってこのね、イヤツイヤ、イヤツイヤっていうのはこうイヤって耳じゃないですか。耳から耳をつなぐラインなんですけど、そのイヤツイヤのラインっていうのが、ここがサイドでこっちはバックっていうイメージなのね。でここで一生懸命こう前上がりにこう切っても、実は全然前上がりが入らなくて、さっきのこうバックのこう横持ってきた時の三つ襟の部分ですね、ここの毛からこう長さ変わってないじゃないですか。後ろはサイドはちょっと切りますけど、上げていくと自然にフェースラインに向かって短いラインが出てくる。篠崎的にはあんまりですね、この時にラインをこうやって上げて切っちゃうと、下に置いた時にこうカックンが入ることが多いので、なるべく降りたところ、落ちたところでこう手をねじってラインを入れていくように、ラインを上げていくようにすると上がりやすい。で左右がある程度合えば、もうここでレイヤーの位置がほとんど決まってしまうので、レイヤーって、レイヤーって分かる？平田さん。すごいじゃん、すごいよ、知ってるって。え、知ってる、知ってた、カークボー知ってた、すごいじゃん、本当に。俺分かんなかったよ最近まで。結構いろんな意味でね言われるもんね、レイヤーってね。それでここが同じになったので、超長いな。でここちゃんとやんないとレイヤーが決まらないですよね。ここさえ決めとけばレイヤー終わりなんですよ、もう正直言って。ここさえ決めておけば、あとはここの位置に合わせて前に出して、前に出して角を取って、これをこっちに持ってきて出っ張ってるところを切っていけば、基本的にはこう入ってくる。カットって一回つな、前回あんまり多分レイヤー入れてないんだよね、加藤さんきっとね。そんな入れてないですよね。角が、わかるかな、角がこう残ってるでしょ、こうやって。もう角が残ってるってことは、前回レイヤーあんま入れてないので、前回ここまで長くなかったもんね、結構伸びたよね。だよね。なんか加藤の動画見た時にそんな長くないな。この一番出っ張ってる部分を、カットすることでレイヤーが入ってくるので、カットって造形美なので、こうある程度まだカットがやらないよっていう時でもカットを見とくのが大事で、なぜかっていうとさ、次はパーマあるじゃん。パーマってやっぱりこうパーマのカットラインとパーマの巻く方向って合ってないとすげえめんどくさいですよ。例えばこうすっげえ岡野さんみたいなこうボブドーンって巻いてて、縦巻き全部とかっていうと、全部巻く時にこういうふうに毛が全部斜めに出てくることになるんですね。だけど横にすれば全部こう巻けるんですよね。
で、レイヤーっぽく切っとけば縦巻きしても髪の毛っていうのはこうすんなり自然にこう出てくる、こう引き出してもこう出てくるんですけど、ボブだとこう出てくるから巻くのすごい難しいんですよ。だからカットラインとパーマっていうのもやっぱり同じなので、ちょっとこう勉強っていうかね、こう見といてもらうだけでも結構違うと思うね。前回加藤さん結構軽くした？仕上がり結構軽かったよね。明るくなってんなと思ったんだよね。そうでもない。記憶にございません。記憶に。仕上がり軽かったよね、結構ね。そうですね。だよね。素敵になったなと思いましたよ。あれ、あの時俺どこにいたんだっけな。茨城かな。茨城です。茨城ですよね。はい、そうです。茨城の。あれ俺なんで茨城にいたんだっけな。4月ですよね。はい。コンペですか。コンペかな。そうですね。篠崎さん何やってんですかって言われて、そう、茨城の美女法にいますって言って言ってましたね。そうです、そうですよね、はい、そうです、そんな感じですよね。はい、これで基本的にもレイヤーが入ってるんですよ。こう見ていただくと分かるんですけど、で最初のこのこれね、最初のこのアウトラインの位置ね、これ最初のアウトラインの位置とトップの位置がこんだけずれてきてるんですよね。こんだけで、こんだけずれてきてるってことはサイドに持ってた時にサイドの毛がそんだけこう上がってるっていうことになるんですよ。でこれがこう下がっちゃうと、いくらこう一生懸命こう技術的にレイヤー入れてもラインは変わらないから、パーマかけた時のラインが変わらなくなっちゃうから、なるべくこのサイドとフェースラインのこう位置をずらすことによってレイヤーを入れていくっていうのが大事で、でそこを最後に前に引き出して取ると左右が同じになると。右で切って左で切ってるから、最後両方真ん中で合わせて切ればこれでも左右対称になると。でなんとなく桑原さんが真ん中ぐらいで分かれてるから左右対称に切ったんですけど、基本的にこう左右対称じゃなく切ってるんで、今最近私はライトサイドの方を軽く切ってるので、分け目がこっちだったらこっちの方指を一歩短くわざとしてる。特にパーマの時は左右対称になりづらいんで、わざとこう左右非対称に切ると。で見ての通り毛先はもう結構軽いので、これが軽くするんですけど、毛先はもう結構軽いので毛先はほとんどセニングは入れないです。で、頭皮の一番出っ張ってるところ、出っ張ってるところをつないでロッキングをまず取って、あ、今日ねパーマめちゃくちゃ面白い巻き方しますからね。で量を減らすんですが、量感ですね、量感と質感の違いってわかります？広田さん惜しい。いやでもほとんど正解かな。量感っていうのは全体の量を減らすこと、だから想像してね、全体の量を減らすのを量感を減らすっていうんですよ。で毛先を軽くしたり重くしたり、まあこう隙間を開けたりとかするのが質感。質っていうのは質ね、質。量っていうのは量です。で今は量を減らしている感じですね。量がある程度減らないと質が減らないですよ。でも質は質、この質はもう軽くなってるから、ここはもういじくらないっていうことですね。いじくらなくていいとこわざわざいじくる必要がないので、いじくらないです。でまとめるのでアウトラインには入れてないと。で前もカットをやらせてもらった時に見ていただいたら分かると思うんですけど、僕は結構細かく取っていくので、ザクザクザクって入れて終わりじゃなくて、細かく細かくこう気になるところを細かく細かく取っていくと。だから手数は多いですけど繊細に透けるので、僕はそういうやり方をやっています。でこの鉢植えは結構こう根元からいっちゃうと危険なので、ここですね、こっちの方はこう根元行っちゃうとどうなっちゃうでしょうか。どうなっちゃうでしょうか。加久保選手、こうザクっていっちゃうと軽くなっちゃうじゃない。短い毛出てきちゃうじゃん。そうすると下ろした時に短い毛がピピピって立ってしまう。なのでここは基本的に根元からあんまり行かない、中間ぐらいから。でここだけこういっちゃうと、ここだけスカスカになって
短くなっちゃうので、こういう感じでこう間引いていく感じで軽くしてってるんですね、篠崎は。基本的に均一に減らすってことが大事で、ここばっかりとかこう毛先ばっかりとかじゃなくて、均一に減らしていくようにするために必要なのはまず量を取るっていう。でどのくらいやったらこうやった時にこうツンツン出てきちゃうんですかとかっていうのもあると思いますけど、まあもうしょうがないよね、これもうやってトライしてエラーするしかないんで、トライしてエラーして覚えていくしかないんだけど、基本こう真ん中よりもちょっと下ぐらいだったら大丈夫です。ただこの辺まで行くと危ないなっていう、こう危険ゾーンがあって、自分で掴むしかないんですよね。でここも一番出っ張ってるところ、出っ張ってるところから、そんなね量がすんげえ多いわけじゃないんですけど、割と膨らみやすい毛ではある。湿気の時期すごく軽くしたいわけじゃないけど、収まるようなカットをしないと多分結構まとまらないと思う。だからすごく重く残されちゃうと結構まとまりづらいけど、重すぎると膨らむみたいな、扱うのも大変だし、すかなくてもいいんだったらすかないっていう美容師もいるかもしれないけど、僕はお客様の扱いというか、自分でこうシャンプーしたりトリートメントしたりとか乾かしたりとかした時に楽な方がいいとは思ってるんで、ある程度同じスタイルなら軽い方がお客さんはいいんじゃないかなと思ってるんですね。軽くしたくないって言えば全然しないですけど、同じスタイルなのにすっげえ重たいっていうのは、まあ見た目は変わらないかもしれないけど本人が扱うのが大変だよね。だって量が減ってないスタイルとすごく軽いスタイルだったら、軽いスタイルの方が乾くのも早いし楽なはず。ただやりすぎちゃうとまとまんなかったりこう、アホ毛が出てきたりとかするので、そこまではやらないっていうのが多分いいと思うんですね。それがお客さんの求めてるところと近い美容師にお客さんがいっぱいつくと思うので、ここ毛先切ってるので、この毛先がラインが残ってれば取るんですけど、別にラインが残ってないのであんま取らない。自分のさ髪の毛でさ、右が重たいとか左が重たいとか、右の方が長く伸び早く伸びやすいとか、左の方がなんか私早く伸びるとかって感じたことあります？ある？ない？加工さんある？ないです。ある人いないですかね。右の方がなんか私伸びるのが早い気がする。ない？すげえな、お前ら全員左右対称なのかそれカットの問題だろ。あ、そもそもね、そうだね。なんかさ、重さとかもさ、重さとかもみんな左右で違うじゃん。例えばこう坊主から伸ばしていって、坊主から伸ばしていってさ、1年切らなくてはいできましたっていう髪型でさ、右と左の重さって違うじゃん。それでその人の素質でしょ。だから左右対称に減らしたからって左右対称になるわけじゃないですよね。で重たいところっていうのはこう触って感じるしかなくて、この前吉井さんのセミナー行った時も、その視覚よりも触覚の方が正しいって言ってたんですよ。触った感覚の方が。視覚と触覚って分かる？視覚と触覚触った感じ。こう見た目は同じでも、こう見た目は同じなんですけど、ほぼこう触るとこっちの方が重いんですよ。感じる？触ってほしいな。ちょっとこう見た目同じじゃないですか。見た目同じなんですけど、こう触ってみると右の方が僕は重く感じるんですけど、感じます？右の方が重い。左の方が重い。左マジか、マジか。ちょ、どっち重く感じる？人によって違うのか。どっち？でもなんか、マジ？マジっすか？なんかこっちの方が、あら、握った時になんか
あれ？あれ？正解は私だし。そのエモトと中間がこっちの方がなんか隙間が縮まらなかったような気が。ハサミ持ってるからだ。俺こっちの方がもっかじゅんだよな。うーん、最初にそう言われたからかな。あれ、全然分かんない。全然分かんない。さあどっち、さあどっち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 。感じ方だけど。どっちかって言ったら左な気がします。マジか。え、では毛先です。毛先は分かんないです。え、こっちの方がもういい。何なんだ、やべえ、俺の感覚がもう右が重い感覚なのかな。だから見た目は右の方がボリューム出てるけど、触るとなんでさっき触れたくなったの。ほら、ミキの方が面白いんだろう。確かに左の方が。お前早く、ね、お前じゃあ左右対称レベルってことですね。左の方が絶対重いっす。くそー、すごい多数決で俺の負けか。じゃあ俺が四角に騙されてんじゃん。篠崎が四角に騙されてます。はい、なんかこっちの方が重い気がしてきたな、やっぱり。気がしてきたな。なんだろうな、なんだろうな、気になるな。ほら四角こっちの方が重くない。四角だよね。あ、こっちの方が厚いですよ、ね、ここは中間が、中間の元から中間までが、ここでしょ。みんな鋭い感覚持ってるからな、大丈夫だな。よかった。なんかいつも右が重くなるからさ、右重くなんない。だその感覚、そうだよね。だその感覚でなんか右の方が取ってるのかもしれないな。なんかやだな、感覚って、感覚でやっちゃってんだな。ダメだ、おじさんになると。ほら右の方が重くない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、これ、右の重いしょ、これ、ほら来た、ほら来た、これ右の重いね。ここ右の重いですよ。なんで俺の顔見た一瞬。ああ。一緒じゃないですか。あなたがそれをね、お前はやらしいよ。そんな気が一緒か。まあいっか。まあそうやって視覚ではなく触覚で左右を感じてくださいって吉井さん言ってたんで。視覚か、俺見てんの視覚だな。俺見てやってんだ、こうやって。見た目と触った感じどっちが大事ですか。見た目じゃね。見た目の方が大事じゃね。よし、まあいいか、よし、こう、まこう、これでカット、これで白です。ほとんど毛先は変えてない、ほとんど毛先は変えてないんですけど、こうふわっといった時に裾広がりだったのがここら辺でこう締まるようなラインになってる。これが短くなったから、分かりますかね。これで、これサイドバングなんでこれかけないので、はいはい、これうちにこういうヤスリあるな、こういうヤスリあるんですけど、うちに削るやつがこれあるよね、こういう、こう削るやつちょうどいいな、これ俺の顔映んなくて。よし、
ちょっと1本巻くので2本巻きますからね。2本巻きますよ。違いを言い当ててください。見ないでよ。見ちゃ嫌よ。はい、お願いします。右と左何が違うでしょうか。例えば中間巻きだとしたらこういきますよね。こういくじゃないですか。中間巻きだったらこういきますよね。これ中間巻き、これ中間巻きです。これ中間巻きです。じゃあもう一本巻いてみますよ。ちょっとでもいたんですけど、何か違うか分かります。これめちゃくちゃカリスマブームの時にめちゃくちゃハマったパーマで、すげえ違うんですよこれ。もう一回やりますね。普通にフォワードに巻くと、普通にフォワードに巻くと、普通のフォワード巻き、普通のフォワード巻き、こうですよね。普通のフォワード巻きです。はい、わかんない。おっと？おっと？巻き方が、おっと、全員が正解に近づいてきています。ロットが上ということは？ロットが上ということは？ロットが上ということは？ロットが上ということは、ロットが上ということは、ロットが上、それロットが上ということは、ここ分かりやすいですね。ロットが上ということは、ロットが上ということ、ロット上ですね。確かに。ロットが上ということは、収まりが普通のフォワードと違うんでございますけれども、どういう効果があるでしょうか。サイドバングこのくらい下ろします。そうですね、はい、よし。ロットが下から入るのか上から入るのかの違いなんですけど、このロット上から入ってるんですよ。このロット上から入ってるんですよ。上から上から入ってるロットが、上からロットが入るんです。上から何のカビだ、紙違い。こうやっていくと、こうやってフォワードに行くと、ロットがこれで全部終わってしまいそうだ。ロットが上から入っている
フォワード。さあ何が違うでしょう。お、来たよ来たよ。仕上がりのボリュームが出ない、出る出ない、どっち。出ない、出ない。上に毛がある方が、うんうんうん、上から巻くので毛が上にあるんで、うん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 、膨らみやすいですけど、その巻き方の方がロッドが上にあるんで、あることによりで、あの始まりが出ないっていうだけ。染谷さん、はい、どうしたの。何がですか。それどういう拍手なの。染谷がまさか当てると思わなかったっていうところ。そうですって言うの。そうですって言うの。効果的には多分ね同じなんですけど、中間巻きでもうまたちょっと違うのかな。なんかね、でもね仕上がりもやっぱ違うんですよね。特に桑原さんみたいな結構ブワッてなる人にはすごく有効で、これまあ面倒くさいからあんまりこうやってこなかった、やってこなかったというか封印してたっていうか、ちょっとねあんま巻くのがちょっとずっとこれ巻いてないと忘れちゃう、忘れちゃったんだよ。もっとすげえ早く巻けたんだけど。ロッドが上に収まるってことはボリュームが出ないんですよ基本的に。うん、逆巻きから入ってるから、そう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 、ここから入ってる、ここから入ってるから、ここから入ってるからね、基本的にこうロッドの、ロッドが上に収まってるので出づらいんだよね。一昨日ぐらいに思い出したんだよね。一昨日思い出すって最近だよね。コツはね、こうフォワードに巻こうとするとこっちに引くじゃないですか、じゃなくてこっちに引くんですよね、アップステムに。上からロッドをこう収めていく、こういう感じに。上からロッドをこう収めていく、結構ね慣れないとね、なんとなく思い出してやってるけど、後でやっていただくと分かるんですけど、意外とね何やってるか分かんなくなってくるんだよ。